どうも皆さんこんにちは、ワッキーです。さあ、今日はですね、久々に来たね。いや、ほんとそうですね。みんな大好き丸亀製麺さんでございます。よっ、なんだ今のよっていうちょっと久しぶりだからこのチャンネルではさ、タルトリ天ぶっかけってあったでしょ。ありました。あればっかり紹介してるイメージがあるんですけども今回新商品がまたまた出ております。じゃじゃん、焼きたて肉うどんでございます。うわ、めっちゃうまそう。これ提供する前に厨房でお肉を焼いてうどんの上に乗せると。あと左側にも春限定メニューの明太しらすおろし。で、今回ね、あなたが丸亀製麺さん撮影の許可とかもセッティングして。あ、そうなんですよ、ね、で、肉うどんのこの特盛りを食べたくて、うん、あ、特盛りこれ、これなんか1キロぐらいあるっぽいんですよ。あ、そんなにある。そうなんですよ。あの、ワッキーさんの40代なんで、明太しらすおろしを言っていただいて絶対こっち来るだろうなと思ったよいや、俺がこっちだろう。ただお肉ちょっと差し上げますんでなんだそれ差し上げますって俺が払うんだろう。どういうことなんだお前は本当に見てくださいほら、焼きたて肉うどん、でかいポスター発見しました。あとさ、カレーうどん弁当なんかあるよ。お、初めて見たこんなの。てか丸亀製麺ってさ、弁当結構人気らしいからね。あ、らしいですね。これ見てください、明太しらす丼もあるんだよ。お、本当だ。これ春限定なのかな。そうじゃないですかね、新商品って書いてある。新商品、明太しらすおろしの冷やしで、あとあの白いご飯を一つ、温泉卵も一つください。何企んでるんですかこれ。それは後でのお楽しみだよ。なんだこれ焼きたて肉うどんのぶっかけのあったかいので特盛りを。いなり寿司もすごい美味しそうだね。うわ、うまそうだな。あとおにぎりね。玉ねぎ、あ、ありがとうございます。うわ、うまそう。はい、ありがとうございます。お肉は2だとわさび使ったら、はい、意外と。あ、わさび、ありがとうございます。丸亀製麺さんはネギも食べ放題です。もう美味しいんですよ、ね、生姜もあるしね、天かすもあるし。いや、久々の丸亀いいね。テンション上がりますね。で、俺あとさ、これ冷やしで頼んでるの。つるつると冷やしでさ、絶対うまいと思うんですよ。最近暖かくなってきましたからね。そうそう、普通の会話じゃないから完全にご年配の会話だよ。動画飛ばされるぞお前。やばいやばいやばい。ワキさん、そこなんとかお願いします。普通すぎて、もうなんで俺なんだよ。お前だろ。で、俺丸亀製麺来たらさ、必ずと言ってほど天ぷら食べるんだけど、今回さ、サワラがあったんですよ。お、珍しいですね。そう、サワラにちくわ、エビにかしわ天。え、おっと、そうそして残念なお知らせです。いきなりですか。温泉卵割れちゃいましたちょっと申し訳ございません。いきなり謝罪やめてくださいよ。食べてみても色鮮やかじゃないですか。大根おろしもあって最高ですよね。春ぴったし。でもね、天ぷら結構持ってきちゃってかなり高カロリーになってしまいましたが、で、温玉と割れちゃった。あとは、ネギに白飯と。いや、これ結構体育会系よ。ゆっちの焼きたて肉うどんのぶっかけ、こちらでございます。じゃじゃん。すごくないですかこれ。丼がかなりでかくなってるんですけど、特盛の量が麺が2倍でお肉の量が 1.5 倍になってるみたいです。で、最後のお店の方、このわさびが合いますよって言ってたからね、ちょっとこれをうまく使って食べるのがおすすめらしいです。それではいただきます。うわ、これまたうまそうだな。これ明太子に大根おろしっていうのも初めての組み合わせかもしれません。大葉がこれも大好きなんですけど、シラスもね、どっさり乗ってます。こんなに長いのよ。すごいな。豪快に。俺の中では過去で一番さっぱりだね。そうなの。シラス、大根おろしで大葉、すごいさっぱりしてるんだけど、明太子がさ、ちょっとピリッとするわけですよ。辛いアクセントがまたいい仕事してる。うん。やっぱり丸亀製麺さんのさ、このうどんのコシがいいよね。ここにちょっとネギも入れたいね。今回来てるお店がさ、新宿御苑店なんですよ。ビジネス街だから、これぴったしだと思うよ。確かにもう、うん、うんうんうん。いただきます。肉の量、これ見てください。これ肉の量がもう香りがすごいな。ちょっと甘みのある出汁が。香りでもご飯だったらいけちゃいそうだね。あんまりにもうまそうだから、ね、噛んでしまったよ。珍しいじゃないですか、ワッキーさんが。お前のせいだ俺、僕のせいなんですか。もうあなたいつも贅沢だね、本当に。
毎日毎日うまっ。提供前に焼くことでさ、なんか変わるんですか。香ばしさが増してるのと、甘みもこれ焼いてるからより増してます、ね、肉から出る甘みもあるだろうしね。玉ねぎのシャキシャキ感もいいですね。あ、なるほどね。うどんと合わせる、まあ、これ最高にうめえだろうこの肉の甘みがもううどんに浸透してますね。うどんに染みてるじゃなくて浸透してる。浸透なんですよ。ちょっとあんまそこ突っ込まないでくださいじゃあちょっと肉いただいていいですか。ヤギさんこれめっちゃうまいですね。うわこれ、ま、間違いないやつじゃんこんなの。ドーン。ある意味これ丸亀牛丼ですよ。丸亀製麺さんが大手牛丼チェーン店に殴り込みに行く。うわこれお店できちゃうんじゃないか。絶対やらないけどね絶対やらないけど。でここにちくわ店ですね。でさらにエビ天を乗せまして、ここにね割れてしまった温泉卵を入れます。じゃん。おー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 、割れたけどまあでもいいや。丸亀製麺の背徳飯の完成でございます。おお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 おご飯が止まらない。もう普通炊き込み。焼きたて肉うどんの肉さ、ものすごい甘いね。あ、そうなんですよ。肉の甘み、玉ねぎの甘み、割り下の出汁の甘み、こう全部がこうね合わさって、甘みの中の旨みみたいなね。たまにはこういうのもねちょっと食べたいから。いやちくわ天うまいっすよね、うん、これ。うん。今だけもう20代に。戻ってます、うんうん、商品にしていいんじゃないかな来月から出ちゃうかもしれない、ね、このチャンネルあれだから唯一影響力だけないからあ唯一そこだけ唯一ないが影響力。一番それ欲しいやつ。影響力がないからメニューとは変わりませんそして今が旬のサワラです。これも美味しいな。このサワラに関してはね、卓上にあるこれ焼き塩、これ合うと思うんだよね。脇さん、ちょっとおっさん出てるんですけど。いや、出てないだろ。ちょっと引いて取りますよ、ね、お前がそういうこと言うから、そうなっちゃうのよ。いやいや。これサワラの身がさ、すごいんですよ、味わいが。この塩が引き立てるね。なるほど。うん、これは、うどんに合うかもしれない。おうん、うんうん。サワラだけお引越しです。引っ越し、うん。柏店は5個目だな。うん、いやすげえわんぱく食いじゃないですか、うん、今日。いやでもねこれ焼きたて肉うどんはさ、まあ、大盛りか特盛りにして、まあ、うどんの量も増えちゃうけどもご飯一緒に頼んでやっぱ牛丼で食べるっていうのが俺はいいと思うね。まあ、ただねこれね誰でも思いつくんですよ。別にわさびを。わさびをちょっと端っこにつけて入れて。どうですか、うん、わさび。これはわさび絶対つけた方がいいです。甘さがよりこう引き立つんです。なるほど、まあ、そんだけわさびが合うんだったら、まあ、これは俺個人的な意見だけどね、すりおろしのわさびもいいかもしれないよね。あ、いいっすね。お店で事前にすりおろしておいてつけとくとかね、うん、まあ、それやっちゃうとどうなのかな。お店的にはオペレーションとか難しくなっちゃうから。いや、本当ですか。オペレーションを気にするワッキー TV。 影響力はないけどそこら辺はなんか気にしてそれなり感を出すというそういうチャンネルでございます。ちょっと代わりにゆっちさん謝ってもらっていいですか。どうも申し訳ございません、うん、全部すすり切ろうと頑張ったんだけどダメだった。おお、いけましたね。具材が良くない。これ今回もう終わりますね。うん、すごいな、うん、この余ったこれが美味しいの。あのシラスとか大根おろしだと明太子も溶け込んでて、うわっ、つけちゃうのか。そう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 、こういう感じで、うん、うわ、おろしだから合うんだよ。あ、そう、今日俺の中ではこれが1位かもしれない。絡めて、春だね。なんかワッキーさん似合わないですねこれ。なんでだよ。いや久々の丸亀製麺やっぱうまいな。いや最高でしたね。もう間違いないですよこの店は。俺らがね紹介しなくてもねみんな食べ行ってるよ。いやそうですね。ほんとそうだよ。ゆっちが食べたさ焼きたて肉うどんあれうまかったね。いやもう止まらなかったっすね。なかなかのボリュームだったんだけどあんたペロリじゃん。俺が食べたさあの明太しらすに関しては30半ばオーバーは
ドストライクですであとね天ぷらと合うわ。あ、そうなんだ、うん、やっぱすごいさっぱり食べられるから。で、あと胃袋に自信のある方がねもしいたら背徳飯をねぜひあれは食べてもらいたい。そう、あれ反則っす、うん、あの焼きたて肉うどんがあればね。普通にさご飯に天ぷらのけんのもみんなやってるから、やっぱあの焼きたて肉うどんとご飯っていうのが。で、くれぐれも温玉は乗せる前に割らないように気をつけてくださいそして今回のコメント紹介ですが、たけたけさん、この前のさ埼玉のあのスパをご紹介した時の動画でございます。我が地元埼玉の紹介ありがとうございました。動画を見るとこちらも行ったようなかっこそう思わせてくれる感じになるのが嬉しいんですよねと。あとやっぱり食レポの感想ですが、毎回行ってみたいと思うのは純粋に食に対する思いみたいなものを感じます。これがワッキー TV の原点。まだまだ予断を許さない状況ですが頑張ってくださいね。大阪から応援しておりますという。あ、これはでも大阪に住んでると。ワッキー TV を見たらさ毎回行ってみたいって思ってくれるっていうのが嬉しいじゃないですか。めっちゃ嬉しいですもんね。そしてね、あともう一人の方、アッコさんという方ね、50代のおばさんですが、ワッキーさんユッチーさんの大ファンです。来ました、ありがとうございます。ちょっとこれは50代のアイドルになれるかもしれないよ僕42ですけども。目指してるんですか。いや目指してないわ回転寿司の新しいフェアに変わると必ずワッキー TV を確認してから食べに行きます。まるでこのチャンネルがねもうグルメニュース番組みたいなね。それ言い過ぎじゃないですかありがたいですよこれはぜひ主人と食べに行きたいですっていうコメントですね。これは先日のかっぱ寿司さんの時のね動画でございます。いやでも最近はさもう家族で見てますとか動画見て食べに来ましたとかそういうコメントがものすごく増えてきました。まああとはチャンネル登録者数だね。ここかやっぱり増えてほしい、ね、やっぱりここなんだな。行き着く先はワキさんお願いします。俺かいやどうすることもできないんだけどまあ皆さんのねコメントはね、まあ、毎回ご紹介してるんですけれども、あと高評価ボタンもありがたいんですが、ぜひぜひチャンネル登録、よろしくお願いします。それではまたね。前々から行きたかったデカ盛りの洋食屋さんにやってきました。大盛りすぎて申し訳ないっす。18時までやってるんですよランチタイム。このパスタが無料で超メガ盛りにできるという。普通の量なんだけども量相当ですね。いいじゃないいいじゃない。うまいね。うまいっすか。うわすごいっすね。これをユッチ食べきれるか。おー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 。お腹の容量今7割ぐらい。あ、7割持ってんの。チャレンジになっちゃいました